片思い9年目の女社会人です。彼とは前まで LINE 等でやり取りしてましたが、最近疎遠気味です。彼は顔も頭もよく面白くて、時々思い出しては周りを囲んでいるであろう女子たちへの勝ち目のなさに悲しくなります。あわよくばお付き合いしたいので、せめてもの自分磨きに美容やスタイルに気を使ったり、マナー講座を受けようかと思ってます。ひろゆきさんは、この成就の見込みのない恋を続けるべきと思われますか？よければアドバイスをいただきたいです。よろしくお願いします。思い続けるのは全然いいと思うんですけど、自分磨きに美容とかスタイルとかマナー講座に金使ってるやつって、僕からするとマイナスなんですよね。要は、付き合って捨てられたいってあれば、全然自分磨きをしてもいいと思うんですよ。でも、付き合った先って結婚じゃないですか。で、結婚するときに自分磨きとやらとかにお金を使ってる人とか、マナー講座とかにお金使ってるような人と結婚したくないですよ、僕だったら。だって、家計が一緒になりますっていうときに、そんなものにお金使うようなやつと結婚したら、結婚後も、じゃあエステ行ってきますとか、美容室高いの行きますとか、マナー講座の後はネイル講座に行かなきゃいけませんとかでお金使うんだったら嫌じゃん。要は共同の財布から出てくるわけだから。なので、もし結婚を狙うのであれば、完全に間違った方向に金使ってるんじゃないかなと思います。ワンチャン付き合って、やった後捨てられても全然 OK ですであれば、それでも全然いいと思うんですけど。